不審な中継サイトへの誘導に注意が必要です。インターネットセキュリティソフトなどを販売するトレンドマイクロ社の調査で、東京オリンピックのテレビ放送予定を偽装したウェブページから不審なサイトに誘導される事例が複数確認されました。このサイトは利用者にブラウザ通知を許可させて、コンピューターウイルスに感染したかのような広告を表示するブラウザ通知スパムに誘導していました。こうしたページから必要のない商品などを購入するなどの被害に遭う恐れがあるということです。専門家は、毎日新しい偽サイトが出てきているので、事前にブックマークした公式サイトなどを閲覧する方が安全だとしています。